オーデル内セの戦いは、第二次世界大戦中、東部戦線において行われたソビエト赤軍の最後の大攻勢の主要作戦の最初の戦いのことである。主に4月16日から19日に行われ、ソビエト赤軍は、ベルリンへの突破口を開いた。ソ連の戦略では軍を二手に分けて、ベルリンを攻撃することになっており、ベルリンストラテジックオフェンシブオペレーションと名付けられた。 この作戦の過程で、ドイツ国防軍、バイクセル軍集団、中央軍集団と、ソビエト赤軍第一ウクライナ方面軍、第一白ロシア方面軍、第二白ロシア方面軍の間で激戦が行われた。第一、第二白ロシア方面軍と第一、ウクライナ方面軍の構成ドイツ第九軍が、防衛していたゼーローコーチへ第一白ロシア方面軍が進撃したことにより、 両者の激しい戦いが始まった。この戦闘はゼーローコーチの戦いとして知られている。第一ウクライナ方面軍は中央軍集団の防衛線を攻撃するために内瀬川を横断したが、中央軍集団による応戦はさほど激しくなかった。4月16日夜中過ぎ、ベルリン侵攻計画の発動がなされ、ソビエト赤軍は2時間もの間何千もの訪問。 カチューシャによる支援砲撃が始まった。その後間もなくの夜明け前、第一白ロシア方面軍はオーデル川全域で攻勢を開始、同時に第一ウクライナ方面軍は内瀬川全域で攻撃を開始した。第一白ロシア方面軍はドイツ軍が防衛を強化していた地点への攻撃を行うために兵力を強化されていた。詳細はゼーローコーチの戦いを 三照第一城ロシア方面軍の最初の攻勢は三端たるものだった。ハイン律は攻勢を予期し、赤軍砲兵が蹂躙する直前に部隊を最前線の防衛線から下がらせていた。ドイツ軍の目をくらますために用意されていた143個のサーチライトは、早朝の霧により光が拡散し、進撃しているソビエト赤軍将兵の姿を浮かび上がらせた。 沼地と化した大地は新軍への大きな障害となり、さらに、ドイツ軍による対抗集中砲撃で、ソビエト赤軍は多大な犠牲者を出した。父として進まない、第一白ロシア戦線の攻勢に失望した、ソビエト赤軍最高層司令部はジューコフに早急に対応するよう命令した。そこでジューコフは予備部隊を投入せざるを得なくなったが、それはその後の計画に影響した。 夕方までに6キロ進んだ部隊が一部にあったが、ドイツ軍はほとんど損害を出していなかった。ジューコフはゼローベルリン攻略作戦がうまく進んでいないことを報告せざるを得なかった。スターリンはジューコフを激励するために、コーネフの戦車部隊に南方からベルリンへ進軍する許可を与えることをほのめかした。ソビエト赤軍による集中支援射撃は効果をもたらした。 4月17日の夕暮れ時点では、第一白ロロシア方面軍の正面のドイツ軍戦線は破られずにいたが、かろうじて持ちこたえている状態だった。18日の夕暮れまでに第一白ロロシア方面軍は、ドイツ軍最終防衛線に達した。4月19日、第一白ロロシア方面軍は、ゼーロコーチにおけるドイツ軍の最終防衛ラインを突破。 第一シロシア方面軍の前面には戦力を、現じたドイツ軍しか存在なかった。ゼーローコーチを防衛していた第9軍と第4、総甲軍の北面の残存部隊は、第一ウクライナ方面軍による包囲の危機に瀕していた。第一シロシア方面軍がベルリン包囲を開始したとき、第一ウクライナ方面軍は、ベルリン市内への進撃を開始していた。 第2次ロシア方面軍は、ベルリン北方への攻撃を開始した。4月20日、第2次ロシア方面軍は、シュテッティンとシュビーツの間で、バイクセル軍集団の北方を防衛していた第3、総攻軍への攻撃を開始した。4月22日、第2次ロシア方面軍は、オーデル川東岸15キロに、共闘砲確保、第3総攻軍と激しい戦闘となった。 ジーム区によれば、4月22日までに、第2次郎ロシア方面軍は、オーデル川東岸15キロ地点に、共闘砲確保、第3総甲軍と激しい交戦したとされている。中央軍集団が第1次郎ロシア方面軍への防御を固めて、第4総甲軍は、中央軍集団の北方を防、中央軍集団南方の防衛を担当していた2個、総工次団は、 ソビエト赤軍の突破に対応するために予備とされていたが、第四総甲軍の撤退により投入せざるを得なくなった。夕暮れには、バイクセル軍集団と中央軍集団南方が持ちこたえることが不可能となったが、これがこの戦闘における分岐点であった。第四総甲軍の撤退により、両軍集団は包囲される危険性が高まった。実質的に、 ゼロコーチ南部を防衛する中央軍集団の守備不足が範立の防衛計画を大きく狂わせてしまっていたのである。4月18日、第1ウクライナ方面軍はホルストを確保、そこからさらに前進すべく準備に入った。第3新英軍、第3軍、第4新英戦車軍ら機械掛け兵グループは、第4総甲軍を押し戻し、聖ダという多木を経由し、 ベルリン西方で第一白ロロシア方面軍と出会った。第一ウクライナ方面軍及びその他の軍はアメリカ軍が進撃している西方へ向かい進撃した。第一ウクライナ方面軍媒下の第58新英軍がエルベ川のトルガウでアメリカ第一軍媒下の第69不評師団と出会ったことはエルベの開港としてよく知られており5月8日にはムルデに達した。 4月25日、第2次ロシア方面軍は、シュテッティンに確保した共闘法足掛かりに南方で第3総攻軍を突破、ランド動出地を横断しが、それはイギリス第21軍が進撃していた地点まで、障害なしに進撃できることを意味し、シュトラールズントのロストックにあるバルト海に面した港まで進めることも意味した。4月19日までには、 フランクフルト・アンデア・オーダー北部のゼーローコーチ、フロスト南部のドイツ軍東部戦線は消滅した。このためソ連2個方面軍は、ベルリンへ抜けるオーデル川、シュプレー川を結ぶ運河がある、フランクフルト・アンデア・オーダー東37キロ地点で、第9軍、第4総攻軍を包囲した。第9軍が西へ脱出する戦いは後にハルベの戦いと呼ばれる。この作戦において、 ソビエト赤軍は4月1日から19日の間に2807両以上の戦車を失ったが、同期間に西側連合軍は1079両の戦車を失っている。ありがとうございます。